ゆうじです。ということでですね、今日はですね、もう最近ね、ちょっと、ね、暑くなってきたので、そろそろね、あれの季節ですよね、皆さんね。あれといえば何ですかね。そうめんですね。もうやっぱりね、夏はね、そうめん食べたくなりますよね、ほんとね。レシピの要望としてはものすごいです。でも皆さんね、そうめんって食べ方ってあんまなくないですか。僕もね、他のレシピとかでなんかラーメン風にするそうめんとか出してるんですけども、なかなかね、バリエーションがね、持たせにくいものだと思ってるんですね。今回はですね、もう超簡単にそうめんがですね、もういつもと違った味でですね、もうズルズルいけると、もはやそうめん飲めるというね、それぐらいそうめん進むですね、つけつゆですね、を開発しました。それ何を使うかというとですね、松茸の味お吸い物、これね、皆さんね、絶対一回は飲んだことあるんじゃないかなと思いますね。はい、昔からあるので、それね、お湯入れるだけでね、めちゃめちゃうまい吸い物になるっていうですね、優れものなんですけど、なんとこれをですね、今回はそうめんのつけつゆにします。もう何を言ってるかさっぱりわかんないと思うんですけども、これめちゃめちゃ簡単でめちゃめちゃうまいので、これからちょっとやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介です。まずね、そうめんですね、これ、まあ、今回 100g、はい、使います。で、これね、薬味なんですね。大葉ね、今4枚とみょうが1個なので、お好きな薬味で平気です。で、こちらの松茸の味をするものですね。じゃあやっていきたいと思います。まずですね、今日は大人の事情で炭酸水を飲みます。炭酸水、はい、ということですね。材料を先に切っていきますね。まず、ここのね、シソ、はい、大葉ですね、切り落として、丸めたら細切りにしていきます。たらまあちょっとばらけておきましょう。みょうが、これね、切り落として一回縦に切って、でここから千切りにしていくと、まあまあこんな感じですね。でもう、今は終わり。はい、じゃあですね、今ね、お湯沸かしてます。沸くかなぐらいのとこでですね、つけつゆ作っちゃいます。そうめんはね、すぐ茹だりますのでね、この松茸の味を吸い物、このね、ここに入れます。ここにね、水、冷たい水です。 100cc、 これ入れといてくださいね。これね、松茸の味を吸い物って具が入ってるんですよ、お麩とか。これをちょっとね、戻すためにお水を入れておいていきます。はい、でね、そうめんの方、はい、こんな感じでね、入れていきますね。あ、そうめんもお好みで、表示通りでいいと思います。僕はね、固めがね、好きなんですけどね。そうめんはね、よーく冷やすと美味しいので、氷水とか使ってね、冷やすといいです。さっきのつけつゆに使ったお水も、キンキンに冷やした冷水を使ってます。はい、じゃあ茹で上がりましたので、流水にさらします。そしたらね、氷水つけてください。冷たいとね、麺がね、すっごい締まるんでね、氷水使ってあげた方が夏場はいいと思います。あ、たったこれだけでね、そうめん味違いますんでね、腰とね、喉越し全然違くなるのでね。あ、なんかもう指めっちゃ冷たいなと思ったらもう大丈夫です。で、そうめんはですね、盛る前にちょっとキュッとね、絞ってね、少し水気を取ってあげた方がいいです。あんまり絞りすぎると水気がなくなってそうめんくっついちゃうので、軽くでいいです。これを持っていきます。切った大葉、これね、ほぐしておいてくださいね。僕ちょっとほぐすの忘れちゃって。あと、みょうが、こんな感じですかね。つけつゆですね、はい。ちょっとね、下にお吸い物の顆粒が残ってるので混ぜてあげてください。今回は少なめの水でやってますけども、普通の水入れて冷やし吸い物もできる、冷製スープにもなるんです。これそういう使い方もすごくいいかなっていうふうに思います。今回は濃いめにして、そうめんにするっていうあれね。はい、じゃあ冷やしお吸い物そうめん完成でございます。はい、それではですね、できましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。うん、これやっぱうまいわ。あのね、麺つゆで食べるそうめんもね、もちろん美味しいんですけど、これはですね、もっとね、スキッとした出汁で食べるそうめんなんだ。でね、やっぱりね、このね、松茸のね、香りがね、すごくいいですね。うまっ。これね、薬味はね、まあ、今回ね、夏っぽくね、こういう感じしましたけども、なんでも合います、これ。キノコとかもね、一緒にそうめんと茹でて、冷やしても美味しいかもしれないです。本当にね、ズルズルいけちゃいますね。ここでちょっと味変。
ちょっと邪道になっちゃうんですけども、ラー油タラッと垂らして、これがねちょっとピリッとしててね、絶対美味しいんですよ。いただきます。うん、辛みがあってすっごい食欲そそります。これはうまい。このね、お吸い物できるっていうのが非常にいいですね。皆さん、水入れて溶かすだけです。これはね、止まらん。本当にね、夏場食べたらいくらでもそうめんすすれると思います。飲める。で、そうですね、ぜひ皆さんやってみてください。はい、ではですね、今日の料理美味しそうだなとかですね、食べてみたいなと思った方はぜひぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。